契約書全部英語に訳せサインしたやつとかもしてこうバーって捨てられたんですけど、ハローでは始まりました、ポリティシャンです。今回はですね、私が中国行って、来ましたので、そこの話をしようかなと思いますね。中国で部屋買ってきたんですよね。大変でした。今年からいろいろと投資をし始めましてですね、本格的に、まあ、ブログ、トイック満点&アメリカ移住ブログとなってますが、そうです。いずれはアメリカに移住するっていうのが、目的というか、人生プランですので、そろそろ、ね、ちゃんとやり始めなきゃいけないなと思ってるので、ちょっとやり始めてます。はい。なので、今年はですね、いろいろと投資、株だったりとか、土地だったりですね、やっております。今年はそうですね、不動産にもう7000万円使ってますので、そうですよ。だからお金ないんですよ。いっぱい儲けてるとかですね、思ってるかもしれないんですけど、服もね、お金かけてないし、ね、時計とかもしてませんしね、うちのチャンネル出てる保線先生にね、もっと高いもん買えよっつって言われてるんですけど、買いません。はい、私は。予備校のお金で貯めて、それでまあアメリカに投資する投資ビザで7000万ぐらいあれば投資できるんで、それでやろうかと思ったんですけど、そしたらアメリカでビジネスうまく成功させないといけないんですよ。何人か雇ったりしないといけないので、それでうまくいかなかったら結局アメリカから出なきゃいけなくなっちゃうかもしれないので、アメリカでそのうまく仕事がうまくいかなかったでも行かなくってもちゃんと暮らせるようにちょっとですね、資産運用を始めました。予備校でこうボーンって行ってすごいお金がボーンって貯まるっていうのを昔は描いてたんですが、そんな風には行きませんでしたので、中国で一体どうやって来たんだ。いや、めっちゃ大変でしたよ。こんなに大変になるとは予想もしてなかったです。まあ、何かしら問題は起こるだろうとは思ってたんですけど、ここまで大変だとは思わなかったんですけど、でとにかく丸一日手続きがかかるかもしれないので、2日取れる日を一生懸命やりくりしてスケジュールを2泊3日中国行っても取れる期間を作ったんですよ。夜着いて、朝から夕方まで契約をやって、次の日の朝に早朝に帰るっていうので、やったんですけど、1日しかないですから、もう失敗はできないわけです。書類持ってきてくれと、日本での住所とか全部証明するものですね、その証明書類持ってったんですけど、生年月日だったりなんだり全て西暦じゃなく日本の年号で書かれていたので、ダメだって言われたんですね。令和、平成、昭和、大正、明治、全部彼らかすれば意味のないものですよね、中国の人からすると。漢字は読めるので、いろんな書類をわざわざ中国語に翻訳するっていう必要はなかったんですけど、これがダメだったんですよ。別のとこに行けって言われて、で別の階に行ったんですよ。その、ね、役所の別の階に行って、もしかしたらなんかね、英語の面接があるかもしれないからとは言われてたんで、ああ、はいはい、別にいいですよ、みたいな感じだったんですけど、で、別の階に行っても、英語できる人がいない。でこの公的書類をちゃんと作れって言われて、これを翻訳するのか何だか分かんないですけど、その公的書類が必要ですって言われて、公的な書類を作ってくれるとこに行ったんですよ。今度は分かんないですね、なんか謎の建物に行って、でそれで契約書みたいなのを出されたんですよ。そこでただただ生年月日とかだけ訳すのかと思ったら違って、公的書類をボンって渡されて、ではいこれを読めと、全部でサインしようって言って、はいサインした。分かったのかお前はって言われて、そこに書いてあったことを言えって言われたんですよ。そんなこと言われても中国語で要約しろですよ、ね、はい、まあまあまあ外国語を学ぶときに要約するっていうのは大事だっていうのは知っていましたか。まさか契約書のめっちゃむずい書類ですね、要約しろって言われて、英語だったらできます。中国語はやっぱり漢字なんで、難しければ難しいほど実は分かりやすかったりするんですよ。その売るときにどれだけの、ね、税金がかかるとか、で貸す時のルールとか書いてあるわけなんですけど、それは分かるんですよ。分かるけど中国語で言えない、要約できんと。そしたらどうしたかっていうと、インタビューするって言い出したんですよ。インタビューするってどういうことですか。面接を中国語で面接するって言い出したんですよ。別室に連れてかれるわけです。で通訳できる人を連れてるんですけど、その通訳を入れちゃいけないって言うんですよ。都合のいいように喋るかもしれないから、通訳者が分かんないわけじゃないですか。当然そっち中国語しか分かんないから、こうやって喋ったのに対して通訳はただただ答えちゃってるっていう可能性もあるから、っていうのかなんだか、まあ多分ね、おそらくそういう理由でって言ってました。で入れてくんなかったです、通訳者も。別室に連れてかれて、で2人の人がいて、でそれを録画するって言われて、でこのビデオカメラをですね、このルームに設置され
ってるんですけど、そのビデオカメラがこの今まさに撮ってるですね、ソニーの私が撮影してるの全く同じカメラ同じカメラだって言いたいけど言えない、中国語でですね、イーアンだなんだっけ、で漢字は浮かんでるんですよ、漢字は浮かんでるけど中国語で発音が出てこないって、ね、で面接しだすんですよ。はい、あなたはこうですね、今日何のために来たんですかとか全部わかるんですよ。何のためにとか聞き取りも多少できるんですよ、勉強しましたから、一応短期留学もしてるので。でも何て言っていいかわかんない、多少言えます、多少言えるけどピンインですね、この、ね、姿勢っていうことで、これめちゃくちゃなので、売るとですね、買うもどっちも日本だったらマイなんで、それすらちゃんと言えないですね。だから分かってくんないわけですね、こっちの喋ってることは。向こうの言ってることはこっちが分かってるのに、こっちの言ってることが分かってもらえないっていうので、向こうもイライラしてるし、こっちもイライラしてるっていう状況で、でも向こうは僕、ね、なんか堪忍袋の尾を切らしたみたいな、もういいっつってですね、やめるって言ってサインしたやつをこうやってバーって捨てられたんですけど、そんなこともうエージェンシー側からしたら結構な額が動くので困るわけですね。こんな契約破棄なんかされちゃったら、何ヶ月も準備してきたものですごい頑張って、エージェンシーはですね、なんとか契約しようとすごい頑張るんですよ。でもう自分自身はもういいわ、もういい、このもう話のネタになったからいいよ、もうそれでと思いながらですね、これダメだったらダメだったら、ね、別に関係ないと思ってたんですけど、もうエージェンシーは絶対諦めないわけですよ。絶対大丈夫だからって言ってね。で、英語全部わかんないわけですよ。それなのに、契約書全部英語で訳せって。中文英訳ですよ。人生初でもないか、まあ中国語を習ってた時に多少やったけど、あんなに長い中文英訳をやったのは初めてですね。でも訳せましたね、わかる、中国語はわかるから、あ、英語に訳しましたよ、はい。でも訳したけど誰もチェックできないわけですよ、腹立たしい。こんなにで、これほらやったからって言って、サインしてほらちゃんと分かってるって証明だからって言ったんだら、そしたら次はですね、なんとそのインタビューですね、さっきのこのインタビューのスクリプトができてんですよ。こっちの答えも書いてんの全部で、はい分かりましたとかですね、ちゃんとそこに書いてあることを理解しておりますみたいなスクリプト、何これと思って、用意されてるんですかね、フォーマットが。それも書いてあって、で全部また訳せってきたんですよ。でエージェントが、いやさすがにこれは多すぎると、さっきの契約書は1枚で裏表だったけど、これ6枚ぐらいあるわけですよ。そんな6枚ぐらいあるやつを訳せなんて無理だって言って、それ多すぎるって、そうこっちが言ったんですよ。だからこんなんやりたくないと。言ったら、じゃあ分かった。お前のセリフだけ訳せと。ね、はい、分かりましたとか、従います。これの法律違反した場合に罰せられるとか、責任は私が負いますみたいなとこだけ訳せって言ってきたんですよ。へーみたいな。私が分かんなきゃいけないのは、そのあなたが喋ってることなんてないの、なのに私は自分のセリフを訳すのね、ということで自分のセリフだけ訳すってことになりました。で、まあ、結構同じなんですよね、またさっきの契約書の書いてあることがほとんど同じで、ただ無理だって言いましたね、住所無理、住所中国語で全部書いてあるんで、そこは訳せない、発音知らないから無理、そこだけは、その通訳の人を教えて OK でした、はい、ただ通訳の人に全部その言ってもらって、その書きました。大変でしたね、他は全部やんなきゃいけなくて、結構やったんです。まあ良かったね、中国語習ってたから良かったですけど、これ中国語習ってなかったら終わりだなと思って、でそこで書類終わってまた別のところに戻るんですよ。で戻ってまたその書類を出して、でまたなんかいくつかのものにサインして、まあ、結構笑い話になってましたけどね、みんなね、わざわざそんなことしたんだ、すげーって、役所の人たちもめっちゃ笑ってました。2年前にね、本当はその辺の大都市のところで契約しようかみたいな話になったんですけど、その時はまあそういう運用とか考えてなかったんで、いやどうでもいいみたいにしてたんですけど、もったいなかったですね。そこの土地はもう2倍以上になってますね、値段は。で法律が変わっちゃったんで、もう外国人絶対買えないんで、もうちょっと外れのところですね。まあ、ネットのねスピードはすごく速くなってたんで、もしかしたら別に中国に将来住んでも別にそれはそれでいいかなと思いますね。資産運用はやっていきますが、あの声かけてこないですね、これやってくださいと。もうないです、カツカツです、今ですね、だいぶ使いすぎました今年は、はい。なのでアメリカに移るまではいろいろとやっていく予定ですので、ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、こんな感じですね、大変だった中国のお話でした。
はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.